アメリカ合衆国の気象衛星ゴーズ -8 ゴーズ -9 の衛星画像。ハリケーンフェリックス気象衛星とは気象観測を行う人工衛星である。衛星軌道上から地球の気象を観測し、広域の気象状況が短時間で把握可能である。観測機材として雲を観測する可視光線及び夜間観測用の赤外線カメラ。 赤外線吸収により、水蒸気を観測するカメラ、海上風や降雨量を測定するためのマイクロ波、散乱系などを備える。衛星軌道の分類により、静止衛星、太陽同期軌道衛星、その他の衛星に大別される。広域観測が可能で洋上監視も比較的容易であることから、通常の気象や台風の観測に有力な手段である。 チローズ衛星戦後にドイツのロケット技術が導入されたアメリカで1946年10月にカメラを装備したロケットを用いて上空から雲の様子が撮影された。1954年10月に打ち上げられたロケットは約 160km の高度に達し、搭載された映射カメラは巨大な雲の渦巻きをなす熱帯低気圧の全貌を初めて捉えた。 1957年10月にソビエト連邦が人工衛星スプートニクの打ち上げに成功し、アメリカも1958年1月に人工衛星エクスプローラ1号を打ち上げた。1959年に打ち上げられたアメリカ合衆国のバンガード2号は搭載カメラで地球上の雲の様子を映して気象衛星の実現性を示すも、 姿勢制御に問題があり観測、予報に有益なデータは得られなかった。同年10月に打ち上げられたエクスプローラ7号は放射計を搭載し、初めて地球の熱収支測定に成功した。初の気象衛星は1960年4月1日に打ち上げられたタイロス1号である。可視光カメラを搭載し、観測は日中のみで78日間と短い。 寿命だったが、撮影写真は地上へ伝送された。姿勢制御に問題があり、夜間撮影はできなかったが、各種の有益な観測データをもたらした。タイロス3号は初めてハリケーンを撮影することに成功し、タイロス5号からは概ねハリケーンシーズンに運用された。1964年8月にニンバス1号が極軌道に打ち上げられ、両極地方も 撮影可能となり、赤外放射系により、夜間の雲の分布も撮影可能となった。1966年2月に、それまでの人工衛星の経験を生かし、最初の現業用気象衛星 s 1号が打ち上げられて、毎日の全球の雲解析が開始された。初めての正式気象衛星 SMS1 号は1974年に初めて打ち上げられ、 雲画像から連続して風を追跡可能となった。正式小衛星は1975年からゴーズシリーズとして定期的に打ち上げられて継続的な運用が行われている。日本も1977年に正式小衛星、ひまわり、ヨーロッパなども正式小衛星をそれぞれが 自国上空に打ち上げ、主要各国が分担して、ほぼ全球の気象を随時宇宙から監視可能となった。気象衛星による宇宙からの気象監視は、地上の気象観測とともに、全球規模の気象把握を可能とし、数値予報と合わせて、人間の主観によらない気象予報の道を開いたが、有効に機能させるため各国で観測結果を共有する仕組みを要し、 1961年国連総会のケネディ大統領の演説を契機に世界気象機関で世界気象監視プログラムが策定された。気象衛星に搭載される観測機器は核運用国で異なるが主に次の種類に分けられる。観測スケジュールは日本、米国、欧州気象衛星開発機構などで公開されている。主だった観測スケジュールは 特に断りがない限りは次の通り。気象衛星が使用する軌道のタイプは、基本的に静止軌道と極軌道の2つである。静止軌道衛星は、赤道上空の高度 35,880km を、地球の時点と同じ向きに周回するため、地上から見ると衛星は、赤道上で静止しているように見える。 このため、正式小衛星は常に眼下に移る、同じ半球を対象として、可視光線や赤外線センサーを用いた、気象観測を継続して実施することが可能である。正式小衛星を利用した、地球全体の気象観測は、WMO の地球大気開発計画に基づく5つの、正式動衛星とその他独自に打ち上げられた、静止衛星で行われている。 2021年7月現在、複数機の正式省衛星が運用中で、米国は、ゴーズマイナス -14、ゴーズマイナス -15、ゴーズマイナス -16、ゴーズマイナス -17 の4機を運用している。ゴーズマイナス -12 は当初ゴーズイーストとして設計され、南アメリカ上空成形60度の地点で運用された。2010年4月14日に、 ゴーズマイナス -13 がゴーズイストに変わり、成形75度の地点に配置された。ゴーズマイナス -11 は2011年12月の運用終了まで東太平洋上に配置され、現在はゴーズマイナス -15、16をバックアップとして、ゴーズマイナス -17、18を本運用として運用している。ロシアは2015年12月に打ち上げた。 気象衛星エレクトロ LN2 を、成型14.5度の大西洋上で、2019年12月に、打ち上げたエレクトロ LN3 を統計76度の、インド洋上で運用している。日本は、統計140.7度上のひまわりマイナス8と日回、ひまわりマイナス9の2機を、中部太平洋上で運用している。ヨーロッパは、大西洋上で、メテオサットマイナス9を、 統計3.5度、メテオサットマイナス10を、統計9.5度、メテオサットマイナス11を、本書四五0上の3機、メテオサットマイナス8を統計41.5度の、インド洋を上で運用する。インドは、気象観測目的の機器を搭載した、静止衛星インサット3 d 3D、R を運用している。中国は、静止衛星型の風雲を、 統計86.5度に位置する FI-2E、統計112度に位置する FI-2F、統計105度に位置する FI-2G、統計79度に位置する FI-2H、統計104.7度に位置する FI-4A、それぞれを運用している。低軌道気象衛星を追尾するために、コンピュータ制御が可能なモーターを搭載した。 パラボラアンテナ低軌道気象衛星から 137MHz の電波を受信するためのターンスタイルアンテナ、極軌道衛星は、典型的な高度として、地上 850km の上空を、北極と南極の両極を通過するように、南北方向に周回飛行する。こうして、極軌道衛星は、太陽同期軌道に入ることで、 観測の対象とする地方の太陽時がほぼ一定となるため、衛星から見た、ある任意の地点における地表の光と影の位置関係が毎回同じになる。この特性上、地球上のあらゆる場所を対象にすることが可能で、1日に2度、同一の地点が観測可能な利点がある。赤道上空より観測する静止軌道衛星では、 観測が困難な両極付近の観測に公的で重要な役割を担う。米国は極気動気象衛星のノアシリーズを保有しており、2012年2月現在はノア1 9号を一時的にノア1 5号、ノア1 6号、ノア1 8号を複次的にそれぞれ持ち、ノア1 7号は待機状態にある。ヨーロッパはミートップ衛星、ロシアはメテオ M。 中国は FI-1D と FI-3A をそれぞれ運用し、インドも極軌道衛星 IRS を保有している。DMSP かつてアメリカ国防総省は軍事機密として極秘に DMSP を進め、独自の軍事用気象衛星システムを開発、運用した。1972年の暮れに、 機密指定が解除され、衛星データの民生利用が可能になった。現在、DMSP 衛星シリーズはノアが完成、運用、メンテナンスしている。その他他の衛星に低軌道を回る衛星等などがあり、短時間ごとに変化する現象の観測に有効である。日本の気象衛星シリーズ、ひまわりは、世界気象機関と国際学術連合会議が共同で行った。 地球大気開発計画の一環として計画されたもので得られた気象情報を日本国内だけでなく東、アジア、太平洋地域の多くの国々に提供している。このプログラムに参加した衛星は以下の通りである。ありがとうございます。